さ、大していい線は出てないんだけど、ぐちゃぐちゃまだ下手だからしてんだけど、頑張れ、何も言わないで見てるわ。ちょっと C パターン気味だから対角線で降りた方がいいかな。もう降りれたらそこの今向いてる頂点、そこの角っこ、その角っこからターゲット侵入できると最高だよね。高いぜ、高いぜ、高いんだな。左へちょもうちょっと膨らまして、左へ膨らまして、ターゲットは意識してんだぞ。左へ膨らましながら我慢して、我慢しろ我慢しろ、大丈夫だよ、風弱いから横からで我慢しろって。はい、ぶち回さないと、グイッとぶち回さないと、この建物ぶつかっちまうぞ。回せ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 、もうちょい、よし、結局高かったんだよね。で風が弱いから、ある意味どっからでも侵入できるような状態になってるから助かってるところはあるよね。そこ反省だね。まあ3本目だからなって言っちゃそうだけど、3本目だってもっとできたっていいだろう。